マッチョになるってもう考えられへん、あんな細っちょいキョンビンが坊主になってさらにマッチョになって帰ってくるっていうからオカマってこの先にあんの？すごっ。あ、弓道場だ。ほら、高校生か。今まで来てないんじゃない。だってすごい小さかったよ。
ゆきさん2歳とか1、うん、かまれば、かまれば、うん、スキップさんの顔が何とかって書いてあってるんですか。弓道場の先の左、きびだんごとね、ゴミ太郎さんの可愛い絵のきびだんごじゃないけど、味はそんな変わんないかな。うん。一万個にしよう。閉まってるってこと？うん。毎週金曜日はやっておりませんって。ご視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録どうぞお願いします。